メリークリスマス。ね、25日になりましたね。12月25日でございますよ、本当に。昨日のクリスマスイブが明けて、はい、あの夢の世界から戻ってきた僕みたいになってますけど、はい、僕の昨日の動画でね、ちょっと何をしたかっていう話をしたんですけど、まさかのクリスマスイブに葉加瀬太郎さんのコンサートに行くことができまして、めちゃめちゃ良かった。ゴリ良かった。もうだからもうね、あの動画を撮る前までテンション上げるためにずっと頑張って、ってかずっと聞いてた。いやー良かった。もう夢のようだったもん。もう感極まって涙出たからね。まず葉加瀬さんが出てきたって弾いた時に、うわー生葉加瀬だー、やっべーって思って。いやーでもめちゃめちゃ良かった。すげえ良かったっす。はい、っていうところでね、もうつい、しかもね、昇魂たくましいとか年収1億円プレイヤー博士太郎すげえなって思ったのが、休憩前に、これ別にあのまたクリスマスの別の動画でも話してんだけど、あのすげえなって思うの何度も話す癖があるんで、ね、なんかこいつ同じこと毎回言ってんなって言われても、そこ結構大事なポイントだったりとかするんで、それはご了承くださいということで、その休憩入る前に博士センスを売るんすよ。博士センスが博士さんのツアーグッズを博士太郎さん自らセールするっていうところをコーナーがあるんですよ。コーナーとしてコンサートでクラシックのコンサートじゃないからさ、まあそうだけど、バイオリンだからクラシックな感じなのかなと思ったら、YouTube で博士太郎をコンサートで調べたら一番上に出てくるオフィシャルのページ見るとあの昔のディスコに戻って踊ろうぜみたいなので、情熱大陸一番あの盛り上がる曲あるじゃないですか、もう博士太郎さんといえばみたいな。僕どっちかっていうとエトピリカとかあのひまわりとかの方が好きだったりするんで、ちょっと多分ずれてるのかもしれないけど、あとあのレガシー、そうなので情熱大陸も好きだけどね、もちろんあの番組としても好きだし、あの曲としても素晴らしいです。好きだし、出てみたいな、出れるような人間になりたいなって思って生きてますけど、そう結構頑張ってねっていうところで、そう昨日葉加瀬太郎さん見てきてね、でその休憩前に売るわけですよ。であのこの博士センス昨日どれぐらい、昨日のお客さんどれぐらい持ってたかなみたいな掛け合いをするんですよ。 97% ぐらいですかねって、だよねですよねみたいな話をしてて、なんかそういうこんなノリなんです。でお客さんたち嘘だろお前って思ってるわけですよ、多分大概の人が。で休憩戻りました、いざ博士センスここだよ、情熱大陸一番のコンサートの盛り上がりみたいな、そこまでも全部説明するんですよ休憩で、この後の内容はみたいなだからだから、ね、でアンコールはちゃんとあの言ってくださいねっつって、アンコールでまた、まあ、僕たち帰ってきますからって、そこの段取りも全部言うっていう、だからなんか、なんだろうな、なんか本当博士太郎賞を見たって感じです。コンサートを見たっていうよりはなんかその木下大サーカスって言って言い方悪いけど、本当なんかそのいい意味でなんかバイオリンを聴くっていうもののなんか常識をぶち壊されたんで、なんかそのなんだろう、フィルハーモニーとかは聞いたことあるんですよ。とかあと辻さん、盲目のピアニストの辻さんの、辻ひとないさん、ごめんなさい、名前がちょっとど忘れしたんですけど、辻さんとか見に行ったりとかしたんですけど、そうもう全然違う、マジで本当に博士センスやるんだみたいな。しかも結構の割合で持ってる、8割ぐらい持ってたから。だってこの博士せんべいでちなみに値段、あしかも売りに来たから並んでまで当たらなくていいかなって思ってて、僕心の中で。でもやっぱなんかせっかく来たし、やっぱなんか旅の記念にじゃないけど、やっぱお土産も買って帰りたいなと思って、うちの神棚もあるんでお祭りもしたいし、あのこうやって昨日置いてたんですけど、でこういう風に動画のネタになったりとか、あの写真、僕も写真ちょっとなんかカエルを被写体にその写真を撮るのにハマってまして、まあちょっとうちの弊社のね商品がバーストになったりとかするんで、物撮りちょっと上手くならなきゃなと思って、まあやっぱ何事も数稽古なんですよ。で数稽古をするためにはそのなんか自然と染みついた仕組みみたいなのあるじゃないですか。僕だったらめちゃめちゃ綺麗な景色とか見たりとか、なんかその被写体、例えばなんかもそのあのモデルさんというか、僕は女性とか撮ったことないんであれなんですけど、嘘だな撮ったことある、いやまああるな、だから彼女いたしな、彼女は撮ってたな、そういえば、うん、彼女と元嫁それ撮ってたな、撮って撮って、
そう、写真うまいって言われるんですよ、意外と僕。辛口ジンジャーエールうまい。酒が飲みたいけど酒が飲めない時にね、なんとかしてくれる。てかジンジャーエールってそういう飲み物らしいですよ。だ、要はお酒を飲みたいけどお酒が飲めないからっていう人に向けて出したのがジンジャーエールっていう。でうちの辛口ちゃんなんで、そう、辛口のねやつもなんか昔はコストコで瓶で買ってたんだけど、でリターナブル瓶で持って帰んなきゃいけなかったんでね、持ってかなきゃ。なのになんか便利なことにアマゾンでほんとプロ仕様のほんとこのだから瓶のこれの味がする、ちゃんと。びっくりした。あとはトニックウォーター買った感じかな。どうしてもねソーダストリームだとなんだろう、炭酸水しか飲まないから、なんかそのジンソーダばっかだとちょっときついなってとか、あと芋ソーダとか、あとハイボールみたいな。ジン結局 せっかくキノビっていうジン買ったんで、でジンソーダで飲んでたんだけどあんま進まないから、じゃあもう極めつけの僕が大好きなジントニックにすればいいんじゃないって思って、でジンもしかもなおかつヘンドリックスと、そうキノビ買った後ヘンドリックスとタンカレーのナンバー10を買って冷凍庫にぶっ込んでるんで、うまい状態ではあるんですよ、レロレロの。なんですけど、いやどうしようと思って、でトニックウォーター買ったら進むうまーみたいな。昨日ガンガン飲んでたもんね。で昨日びっくりしたのが、クリスマスイブじゃないですか、ケンタッキーなんて 2,3 時間待ちだろうなと思ったら全然余裕で20分とかで、10分20分ぐらいだったかな、30分いかないぐらいか。そうだからあれみたいな、意外とあれなんかクリスマスってケンタッキーのイメージじゃないですか。え、そういうイメージじゃないですなんかケンタッキーバーレル買ってファミリーで食べるのがなんかその幸せの象徴みたいなあったじゃないですか。そういう CM 作りもしてたじゃないですか、確かケンタッキーさん。なんだけど、なんでだろう、でも全然空いてて、逆に俺タクシーで帰ったんですけど、博士さんのコンサートから。でも家でその最高の気持ちいい状態で撮った動画が2時間ぐらい話したのがあるんで、その超大作は、まあ、興味があれば見てください。他の男の概要欄に貼ってるか分かんないけど、貼るかもしれないけど、いや結構ガツッと話しても、どんだけもうなんかエネルギー不足でクワーってなるまで喋り尽くしたのがあるんで、まあ、発散効果です。また行きたいなと思って、だから次があのね5月の25日かなんかに五穀神社か、五穀神社でコンサートされるみたいなんで、そこもちょっと興味がありますっていうところで行ってみたいと思っております。はい、まあね、ちょっとね深い話をするとまた長くなってしまうんで、次行きましょうっていうところで、今朝だから本当もう、ね、最高に幸せな状態で目覚めたわけですよ、この世の中で。だからなんか赤ちゃんと一緒ですよ、わかります？なんかこれ以上ないぐらいの幸せで起きたわけですよ。ずっとまだ2年越しぐらいですよ。その2年間で紆余曲折あっていろんなことがあって、バンコクに移住したりとか、本当いろんな、本当なんか言えること言えないこと、大変なこといろいろあったんですよ。があった中でやっと見れたって、多分大好きなアイドルに会ったらこうなるんでしょうね。例えば僕が憧れた広末涼子さんとかもそうですし、内田有紀さんとかもそうですけど、うわパンツもう1枚持っとかないといけないかもしれない。ウレションして、ああつって、あすいません、出てしまいました。何が見て、いや、おしっこが、白いのではないです。多分、はい。なんで、いや、憧れすぎてって、なりそうだなとは思った。マジで。博士太郎さん、出てきた時のもう涙、ああって涙出たもん。やっべーみたいなもの。でも本当にそこまでの思い出込みで見れるから、例えば内田有紀さんのなんか写真集買ったことあったかな、昔確かあった気がするな。広末涼子さんなんかあった気がするな。そういうなんか思春期あるんですよ高校の友達に付き合ってもらって、なんかグラビアアイドルの DVD 買いに行ったことすればあったな、あいついまだにそれ言うな、そういえばとかあるんですよもうドエロだったんでね、すいません本当、基本エロいんで、まあ、今も変わってないけど。で最高の目覚めをして、でなんか不思議と体が動いて、昨日ケルヘア届いたんですよ、クリスマスプレゼントで。クリスマスプレゼントでって言うとあれだけど、でもなんか家の中はもう基本的にそのもう掃除し尽くした感があるんですよね。
あの掃除機も全開でかけてるし、もちろんそのハンディクリーナーでもかけてるし、はたきとかかけたりとかして、あんま最近はたきかけてないんですよ、思い出したそうとかあるけど、基本なんだろう、もうパキパキにはしてるんですよ。要はその綺麗な誰がいつ誰がいらっしゃってもいいよねみたいな、ランドマークっていうところの言葉で言うとインペカっていうことになるんですか、インペカっていう状態にしてるんですよ。で、あの僕の中のそのインペカじゃなかったところは、もうインペカっていう概念で捉えてくださいね、ごめんなさい。そう、あの綺麗な状態、 すごく場が整って綺麗な状態、あ、神社です。神社仏閣を想像してください。で、特に神社、白い玉砂利がジャーって引かれてて、その上をジャッ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 って歩いて、で、あの拝殿があって、どこの神社がいいかな、まあ、なんか出雲大社になると説明がだいぶ長くなるんで、まず払い大鳥居でうわーってなってからの入ります、払い戸の神社行きます、払い戸の神社で払いお払いしていただきます、払い清めていただきます。で、そこからあの長い坂を下ってったら松の木がブワーって続いてて、横の道をこっちでもこっちでも行っていいんですけど、こっちから行くとあのちょうど手水舎があるんで、手水舎で 手口清め入り、あ、意外と説明早いね、できるね。で、拝殿がありで、もう本当皆さんがテレビで見てる、よく見てるやつですよ、拝殿で、おお、いつも大社みたいな、来たーみたいな、うわーって、わ、見つけたみたいな。で、そこで二礼四拍手、四拍手なんですよ、出雲で一礼って。で、その後に裏手に回りまして、ついにですよ、ついに、もうついにたどり着いてしまったんですよ、あなたは。神有祭期間中の八百万の社にみたいな、すごいよ。もうだからね、本当なんか神有月の中の神有祭期間中しか八百万の神様いらんけん、でちゃんと読んでね、出雲大社の公式ホームページ、あの神有祭期間中に、あ、まず神迎え祭、神様を迎える祭りって書いてる時があるんですよ。そこからもう稲佐の浜で神様たちをあのこうお迎えしてるわけですよ、お国主さんが。あー、今年もこの季節かーみたいな、でバーって来て、で稲佐の浜からお迎えして出雲大社に来るっていう。で、最終的にまあその佐田神社に回られたり、熊野大社に回られたりっていう、まあその出雲地方、出雲松江地方のところを回られて、で最後に万癖神社とか万癖の社っていう、一万の万に漢字の九に千のその社って書いてあるところで、唐さで祭って神様が去る祭りをして、じゃあ直らいっつって、お立ちお立ちっつって、あの神主さんが、神様たち皆さんもうそろそろ帰りなさいねっつって、皆さん帰ってくださいねっつってそういう祭りがあるんです。それで皆さん自分のところに帰ってくっていうまでが、そのなんだろう、あ、ちょっとなんか坊主ちょっと今日買ったばっかなんでね、なんか当たるんだよね、帽子のとこが。今日坊主で行く、なんかそう気になるんだよ、 0.8 超いいのか、 Amazon で一番売れてるやつがあった、すげえ楽。一応坊さんなんでね、そうなんだよね、そうたださ寒いじゃん外だから、もういや外行くときはさすがにかぶるっていうところで、そうなんですよ、何でしたっけ、そうだから出雲大社でしょ、そこ、まあその後のマックス、あのなんだろう、八百万の神様が泊まられるとことかからの説明はちょっと省かせてもらうけどね、あのスサノオの社まで行って、でこっちでってなると全部話すと大変なんで、そこカットね、そこはカットね、カットカットっていうところで、そうそう、それはやめようとかってあるんですよっていう中で、その正常な空間に神様が宿るので、なんか不思議となんですけど、まあ僕も神伊勢神宮で買わせていただいた、伊勢神宮の説明はしないですよ、伊勢神宮で買わせていただいたあのお社があるんですよ、一番でかい社があって、そのうちの馴染むで、こうやってゆっくりしてたら、ここでもまあいい感じなんですけど、そのもう一個セットアップして出して、このフレームの前で置いたら、あ、そっかっつって、背景も埋めれるし、そうなんかなんだろう、だから画的に面白くなるし、なおかつなんか座り心地よくなるし、まあ自分が頑張ればいいかみたいな、
のとかが降りてくるんです。降りてきたら勝手に Amazon でポチってて、でも Amazon でポチっただけじゃ作られないじゃないですか。なんで結局自分が動くっていうので、あ、意外と俺いい体になったなって思って、さっき風呂入った時気づいて、そう、自分の体なんてまじまじと見ないじゃないですか。僕多分前回福岡ぶりぐらいかな、だから2018年ぐらいの時、19年かな、だ台湾に移住する前に本当だから、うん、涙が出てくるけど、うわ俺超頑張ってるじゃんっていう時ぐらいの感覚今日なので、いやここまで来んのにだって、ね、紆余曲折いろんなことあったし、でもそれを乗り越えたことによって、まあなんか求めていたようになってるんで、まあ、別にそれが家ってわけじゃないんですよ。僕もともとクルーザーだったんですけど、いやクルーザーだったのになんか、あ、家になったなみたいなぐらいです。クルーザーは多分来年ぐらいについてくるかなと思ってるんで、家ないとねやっぱり登記とかできないんで、登記とかほら住所変更とかいろいろあるじゃないですか。日本ってやっぱどっても船に住んでるって言ってもさ、船に住んでるけどじゃあどこに住所置くのってなるじゃないですか。ってなった時に、まあ、その住所を置くところ、じゃあなおかつ船をね買おうとしてるエリアの近くに住んでる家があるっていう風になると借りやすいじゃないですか、マリーナも。なので船に住むっていうと変人扱いされるし俺も船にずっと住むかどうかはちょっと微妙だなと思って、天気のいい日とかに船出したいなとは思うけどね。なのでそういうのが降りてくるわけですよ。じゃあこうや、そのためにはこうやんなきゃいけないなってことがあるわけです。じゃあクルーザー乗りたい、じゃあクルーザーのためにはいくらかかります、じゃあいくらかかりますのためには何をやらなきゃいけないですか、あなたは何ができますか今、じゃあこれをできますねっつって、そのトゥードゥに落とし込むんですよ。だから目の前のできること、まあこんまりさんのだからこんまり流の片付け術が多分1回でも試したら多分そういう風な感じになりますよ、物事。多分僕もだから片付けとか普通に家とか全部やってるんですけど、もちろんだって誰もやってくれないから、っていうか僕が別に好きで片付けてるし、好きで掃除してるしってなった時に、そのもうケルヒャーがいなきゃダメな状態になったんですよ。最終的にベランダもね、僕これ多分あの霊覚が高い人というか、まあ霊能力者の人に言われたのが、そのエンパスっていう体質らしくて、であの人生今あの転換期だよみたいな、そうだから、まあ、生きるも地獄、生きるも地獄ではないけど、なんて言うんだろう、なんか言われたことがあるんですよ。あの瀬戸際だよ、だそうだ、人生瀬戸際だよって言われて、どうすればいいですかって言ったら、髪剃ってみたいな、あ、剃ってって言われたの。そう、僕のその時のパートナーのだから、まあ、よく、ね、話に出てくる、まあ、すごい有名なアーティストさんのマネージャーをやられた方が信奉してるっていうか、まあ、すごく信頼されてる方で、その人は磨くって言われたんですよ。で、磨くみたいなのはないんですか、僕にはないんですかって言ったら、剃ってって言われて、何をするんですか、髪の毛って、できれば眉毛もって言われて、はい、わかりましたってサクッと剃ったよね、全部。でも本当に最初なんかもね、髪の毛がでも怖かったもんね、ガーッつって、もうとりあえずなんかバリカンでバーって言って、その後にあのとりあえず持ってるひげ剃りでツルツルになるようにシェーバーでバーってやって、ですぐそれやるとすぐ歯がダメになるから、バリカンで最終的に、まあ、T 字、あのこういうシックとかの T 字でベイってやってて、でもねこの辺の 0.8 ぐらいだと本当バリカンでバーで5分10分で終わるからいいんだけど、 T 字でスキンのツルツルまでやるとすげえ時間かかるし、あと街中でマジですげえ目を引くんで、それはあんまりよろしくないってかっこいいけどね、かっこいい人やってるとかっこいいけどね、スキンヘッド。全然昨日もなんかジェイソン・ステイサムの映画見ながら寝落ちしたけど途中までで寝落ちしちゃったから見ないと。そうなんだよね、っていうところで、そうなんですよ、今日気づいたのが、そうたまたまね、だから朝起きてその寝ぼーってしてる時間あるじゃないですか、目覚ましてっていう時間帯って半覚醒状態って言って、その座禅でいうとこう、その瞑想状態ってあるじゃないですか、瞑想状態に入った状態と同じなんですよね、ほぼほぼ。例えばじゃあそのスポーツで言えばゾーン状態とか、例えば覚醒状態とか、あとはそのフローとか言ったりしますから、要はもうなんか自然と体が動くみたいな、あんま頭使ってないみたいな状態の時に、なんかそのあんまやりたくないな、めんどくせえなってことを思ってたことを勝手に入れとくと、オーダーしておくと、例えば昨日でケルヒャーを、まあ、バーかけたんですよ、家に。あのベランダちょっとあのベランダ浄化するために塩撒いてたんですけど、もうこびりついて、しかもなんかちょっとほうきで取ろうと思っても取れなくて、なんて言うんだろう、
あの掃除機でも吸おうとしても吸えないし、あこれも完全にケルヒャーしかないわみたいな、最終手段しかねえなみたいな、かお湯ぶっかけて溶かして流すかみたいな、あケルヒャー欲しかったって試してなかったしやってみようみたいなので、ってなった時にそこにはケルヒャーを使うためにはケルヒャーをまず段ボールから出さないといけないじゃないですか、アマゾンのまず配送で来るから、で出しました、でケルヒャーの本体が出ます、でちょっと取説読みます、初めてのもんなんで一応サラミします、で、あ水入れて電源入れてこうやるとセットで OK なんだなみたいな、あ黄色いこれ入れてなかったからこれできなかったんだなみたいなので一個一個進んでいくじゃないですか、っていう風にその一番最初の取っかかりめんどくせえなって思うけど、全部を一日でやろうって思うとめんどくせえなになるけど、段ボールは開けて本体だけ出しとくとか、本当なんかトゥードゥを一個一個小刻みにしてる感じなんですね。それが多分あのマインドフルネスっていう状態であり、その悟りを開いた状態というか、まあ要はねお坊さんとかもサムっていう作業があるわけですよ、掃除を永平寺とか言ってください、大本山永平寺、あの曹洞宗瞑想の本当に座禅の総本山、まあ掃除寺さんもありますけど、僕はなんかあの本気で本気でっていうと言い方あれ悪いあれだけど、悪いって言うとあれだけど言い方あれだけど、なんだろう、あの禅状態だから、禅状態瞑想状態覚醒状態とかゾーン状態フローとかって言われるこの一番最高に気持ちいい状態になるやり方を教えてもらうんだったら永平寺が一番いいかもしれない。いろんなところで座禅会とか出てみたもののみたいな、そんながっつりガガって言ってないけど、一時期東京の方で通ってたこととかあって、でまあそのやってきたけど、まあ、だからその本当なんかお試し座禅みたいなのが1日3回あるんで永平寺行くと、めちゃめちゃ脳みそクリーンナップされる。なんだろう、あパソコン時代の人で言えばデフラグされるって感じなんだけど、 iPhone でデフラグ的なのないからな、なんだろうな、 iPhone 再起動される感じかな、だから脳みそをリセット&リスタートしてくれるみたいな感じになれるんで、20分とか座ると一中って言うんだけど、そうなので、まあ、あのお線香の、ね、1本分を一中って言うんですよ、それ一中を座るって言うんですけど、だいたい昔なんて時計とかないからさ、であのそれで鈴で始まり音で聞きスタートしてボゲーっと座って、しかもね、あの永平寺のあの臨済宗と曹洞宗で、永平寺さんが曹洞宗なんで、面壁と面壁じゃないのとか、あと禅問答があるパターンが臨済宗で、禅問答曹洞宗ないみたいな、士官多座でただただ座ってくださいねとかっていう、ちょっとパターンがちょっと違うんですけど、僕はなんか一番永平寺のが好きだったかな、通ってたとこは臨済宗パターンなんで、だから知ってるんですよ、士官多座とか、あとはその証拠書き却下とか、足元ちゃんと見ましょうみたいな、あとか言行一致とかっていう、その禅問と言行一致ってどっちだっけなんですね、禅用語禅問禅用語がどうだかちょっと忘れたけど、だからちょこちょこ知ってるのはそんな感じなんですよ、覚えてるのだけ使えるだけで、覚えてないのは分かんないんで忘れてるし、でも言われたらああ思い出したっていうのはあるんだけど、全部を全部暗記してるわけではないんで、僕だから暗記してても使えなかった意味ないんで、マジで。そうなので、じゃあなんで漢字材なのとかっていうの、うちのお名付けを直しようとか、べーってこんな感じで話すんですよ。漢字材っていうのはね、つって、証券つって、正しく物事を見て、つって、正しく物事を理解し、正しくいい働きをすれば、正しい結果が返ってくるよねっていう話をされるんですよ。そうですね、確かに、つって。はい、つって。それができれば漢字材じゃない、みたいな。漢字材菩薩ですよっていう話になるんですよ。で、その、だから彼なりの、理解ですよね、柔軟仏を一個一個言われるわけですよ、この前言ったりとかする、でも全部を話せるかって覚えてないんで話せないけど、漢字材と証券とで、だから要は自分が思ってる世の中、自分が思い描いてる、まあ、未来の自分が求めてる、人生、なんて言うんだろう、だ今僕が思ってる妄想している夢というか、僕ってこうなって当然だよねみたいな状態ってあるじゃないですか、クルーザー乗ってて気持ちよくあーっつって、あー景色ーって言って、でそれがそこで満足するわけないじゃないですかってなった時に、まあ、あの法医学って僕が研究してるものもあるんで、法医学の研究の結果っていうか、その今まで何回も検証してきたんですよ。だから僕は今こういう風にね、好き勝手にっていうとちょっと表現が違うんですけど、そうなるとちょっと別問題なんで、やっぱり言葉が大切なんで、その
まあ、本当ね、好きなことをして生きていられる、生かされているっていうのは、本当自分のお役目に対してずっと向き合って向き合って向き合って向き合った向き合った結果、それ以外のものは一切合切排除してくれるっていう、まあ、その神社があるんですよ。三峰神社じゃないですかってとこで気づくというかってあるんですよ。そういう自分のお役目に気づいた人のその邪魔をするものを一切合切取り払ってくれるっていう風に言われてるっていうのも聞いたりするんですよ。三峰神社に言えば、じゃあ半年間通えば一食一泊暮れがなくて、36ヶ月通えば一生分の徳が貯まるよとかっていうのも聞いたりとかするんですよ。で、聞いたらとりあえずやってみようみたいになるんですよ。ってなった時にさらっとこういう風に出るんですよ。僕はそれを体験してるんで、マジで今日のなんかスピチャンネルでもそんなあった、三峰神社の話だった、ただ厳しい神様なんで、ね、そうって思いながら、そうだからもうなんかボケーっとしながら聞いてるわけですよ。あれ気になるやつをね、気になる自分なりの勉強というか、まあ自分なり研究課題というか、そうを聞きながらボケーっとなんかもうケルフィアブヒャーつかもう、 うわーすげー水しぶきかかると思って、でもなんて言うんだろう、そうだからね、面もう頑張ろうって思うと嫌じゃん。頑張ってケルヒャーかけようだって嫌じゃん。じゃなくて楽しいケルヒャーみたいな、だってちょっと微妙に、別にそのパッと見汚れてたわけじゃないけど、あ、意外となんか黒いのついて、黒いだったら排気ガスとかだと思うんだけど、ついてたんだな、うちみたいな、あ、壁の色変わってきたみたいなとか、あとそのね、そのさっき言ってた一番の目的のそのお塩、こびりついてしまったちょっとお塩浄化したかった、浄化で使ったお塩をバーッとギーって流して、でちょっとなんか虫さんとかみたいなのとかもなんかいろん、まあ虫さんそんなにないんだけど、ちっちゃいのとかあったりとか、あとエアコンのこのなんか多分エアコンの下側とかエアコンの裏側とかエアコンの上側、裏側洗ってないから上側洗って、あと窓ビーってかけて、かけれると窓全部バーってかけて、あとなんだっけ、網戸もバーってかけて、でその辺からちょっと楽しくなってきて、あ、やべえっつってだからもうベランダ全開で出れる感じ、全開で洗ったもん俺なんかね、車の洗車に似てるかもしれない。一回は自分で手洗いしてあげると愛着が湧く、確かにそういう点で言うとゲレンデと BM の M3 は申し訳ないことをした気がする。あ、でもね、俺自分で希望ナンバー取り行くタイプなんで、M3 してないな。ゲレンデとその前乗った SLK とか全然自分で、だって元々僕車屋なんで、希望ナンバー自分で申し込んで、で、陸運局行って、ナンバープレート外して、提出して、ナンバープレートもらって、つけて、で、封印してもらうっていう作業、一連の作業したことあるからさ、何回か。そう、だから、そう、そうすると、やっぱね、自分の車だなって思う。うん、その一連の作業自分でやるとね、別に代行でさ、委任できちゃったりとかするんだけど、別に新車で買ったら、別にその新車の車の中古車でもそうだけど、車屋さんがやってくれたりとかするんで、そこただそこを連れてってもらっててもいいから、1回ぐらいなんか自分の車を見てみると、本当は自分の車になる瞬間だよ。だから僕もちょっと なんかなんだっけ、表札つけなきゃなと思ってて、なんでかっていうと、表札をつけないと神様が分かってくんないみたいなのをスピリチュアルなんかの番組でやってて、へーと思って、で表札つけるんだったら伊勢神宮さんのなんかのとこで見た表札がいいなと思ってて、まあだからそれは伊勢神宮行ったことあるか分かってるんですけど、そこの日本酒が一番いいんですよ。一番、まあ1000円なんですけど、一番クオリティが高いんですよ、見た目的にも。やっぱまあ伊勢神宮じゃないですか、一番神々しくありがたいじゃないですか。伊勢と出雲を比べちゃいけんけど、それはしょうがない。伊勢、出雲、大峰神社を比べちゃいけない、それはダメだと。大和とどことどこの話になるんで、出雲国とどことみたいな、それなんで知ってんのさ。この前出雲大社もずっと行きたかった、歴史資料館みたいに行ってきたんで、でたまたま出雲伊勢展ってやってたんですよ。でがっつり学んできたら、もうだから丸一日いたもんね、出雲大社らへんに。びっくりした、俺もずっと集中して、だからその状態が本当瞑想状態であれ、覚醒状態であれというか、だから本当自分のお役目をずっとやってる感じ、だから自分の研究課題をずっとひもどき探求してる感じかな。だから落合陽一さんって方がいるじゃないですか、テレビ出られて有名な方。彼とかだと要はワークアズライフって言って、起きてる時間は全て自分の時間みたいな、だから研究するのも好きだし、まあ、彼だと音楽やるんでしたっけ、だから音楽やるのもそうだし、家族とかの時間もそうで、中でそれをなんかそのなんでみんなプライベートと
仕事の場で分けんのっていう、そのナンセンスじゃないっていうのが俺すごい分かるんで、だからそれをなんか字で言ったらこの家みたいになったっていう、鍵閉める鍵を閉めれるスペースだけは僕のスペースでいいけど、それ以外は別になんか公共で明け渡してれば、まあ、何かしら面白いことがあるかなと思ってっていうのと、自分でもなんかそのなんか安心感、そのもうこっちの方8畳あるのかな、あ違う、8畳はねえの、 5.5 畳くらいだっけな、 5.5 畳でクレーゼットついてるぐらいで、ちょっとなんかあの作り付けの机がついてるスペースだけはあれば俺生きていけるなみたいなとか、リビングに、まあ、そのスーツケースとリュックと置いてるんですよ、スーツケースが大きいのと、まあ、その機内持ち込みのスーツケースとあとリュック置いてるんですけど、あれはなんで置いてるかっていうと、そのあれさえあればあれで生きてきたんで、まあ、その最後の大きいスーツケースでバンコクに移住して、まあ、帰ってきた時にお世話になったんですけど、それ以外そこまではもうずっと機内持ち込みのスーツケースとあのリュックでやってきたんで、もうあの2つさえあれば最悪どうにでもなれるっていう、そう、生きてさ、生きていれば丸儲けみたいな話、昨日テレビでもやってるんですけど、あ、そう、昨日テレビだ、家買って初めてテレビ見た日だわ、昨日博士太郎さんのコンサート見て、テレビ見て、そう、明石家サンタやってないんだと思って、クリスマスイブだからかな、クリスマスはやるのかな、いや、明石家サンタって俺ちゃんと見たことないんだよね、全部ちょい見みたいな感じだから、そう、気になってて、で、まあ、せっかくだしテーブルコード買ったからつけちゃおうと思ってつけて、なんかね、つけるの超楽だった、テレビが75インチで出すぎて、でかすぎてガッて 横ちょって押したら裏に余裕で入れてパイッつって今までのテレビ史上一番つけるの楽だった、びっくりした、あ、ちょっと HDMI コードと絡んでたんでこっちに入っていっつってシュッつって、あ、すっげーみたいな、もっと結構なんか大掛かりかなと思って、意外と楽だったこいつみたいな、そう、なので昨日久しぶりに超テレビ見たかな、よかったっすよ、多分あの生きてきて一番幸せな日だから、赤ちゃんが起きやって言ったぐらい幸せな日だったんで、で今日全身きっちり洗い剃りで脱毛の予約を入れで、酵素風呂でちょっと体に溜まった毒素を抜こうってことで予約を入れ、まあ、普段行ってるね整体とちょっとまた違うマッサージもあったんで、まあ、腸もみとかっていうのがあるんですけど、腸を揉んでいただくと、あの腸が硬くなってると緊張しちゃうんで、どうしても硬く緊張して寒くなると、寒くなると大体腸硬くなるんですよ、硬くなるとその体のその腰とかに来て、で腰から全体に来て体がだんだん丸くなってくるんですよ、ちっちゃく丸くなってくるんですけど、それを解きほぐしてあげることでグッグッてストレッチとかして、こういう風にして、あとその瞑想とかしてこの辺の筋肉鍛えることで、そう、なんだろう、姿勢がすごく良くなるんで、僕も実際実体験でこれはあの僕が感じてるんで、昔とか本当なんかそのなんだろう、靴で言うとかかとが減るみたいな、右ここの外側この辺が減るみたいな感じ、こうなるみたいな感じになってたんだけど、そこからちゃんとなんか歩き方とか、例えばニューバランスを履く、足まず足の健康を気遣うようになりとか、歩くようになりとかっていう進化があるわけですよ。歩くのなんてマジで無駄じゃねえって思ったんだけど、僕の友達ってすげえ稼いでる友達がいて、え、マジですか、もったいないっすよって、なんでって言ったら、だって歩くのタダでできるでしょつって、歩いたら歩くと体が循環するじゃないみたいな、血液が循環して循環液の方が、要は体のもろもろのものが循環するじゃないですかってなると、その体からそれで排泄もされるじゃないですか、なおかつその自分の体のパフォーマンスを歩くことによって分かるじゃないですかみたいな、でなおかつその歩いてる状態で瞑想状態に入れるんで、いろんなことをなんか考えずなんか降ってくるじゃないですか、アイディアとかで、なんでこんなにメリットやらないんですかねって言われてマジだえーっつって、そんなにメリットあんならやるって思って始めたんだよねわかるかな、この感じ伝わる。だから周りのほんと変態変人やっべえやつ、いろんなやっべえやつのそういうなんかやっべえワードのおかげでガーンってガンガーンってやられるわけですよ、ドーンってなって、まあ、人生が変わってきてるんで、そうなので顔つきも変わってきてるらしいんだけどね、この前そうメガネじゃなくてあったらなんかやば、メガネじゃないとバリイケメンっすねって言って、えありがとうっつってそうありがたいですよね、言われたんで本当なので、そう、あと昨日ひたすらね、そうだ、食ったあの最近食べたお菓子で美味しいの、これおすすめお菓子、
こういうのを手に入るからいいんだよね、日本って。バンコクだとこういうの手に入るためにさ、ちょっと日本の富士スーパー行かないといけないんだけど、富士スーパー俺行ってないから。結局だってさ、マックスバリューのちっちゃいとことか行ったんだけど、あんま、うん、そんななんか品ぞれちょっと、うんっていう。だから基本富士スーパー行けばバンコクの人は日本食食べれるって言ってるんで。ただ高いんすよ、福岡の金額の 2,3 倍するのを覚悟しておかないといけないんで。ってなるとちょっと躊躇するじゃないですか。福岡だったら、だってこれ150円ぐらいで買えるのかな、確か。あ、もうちょい下かな。が、多分バンコクで買ったら5、600円するんです、多分余裕で。いや、ちょっと気合いるでしょ。だから多分ね、LA に住んでる人でももう多分そんな感じだと思うんですよ。ちょっと気合いる金額を、でも余裕だよね、みたいな。とか、税金的に全然いいよね、みたいな。だから、1億稼いだら1000万でいいわけですよ、バンコクで言えば、税金。が日本だと約4000万5000万取られるんで、5000万ぐらい、まあ、実行税率と取られたとして、4000万の差があるじゃないですか。少なくとも3000万ですよ、見積もって。その3000万を考えれる人になると、まあなんかまあ税金安いし、そっちの方がよくねとか、あと娘の教育の方がのためにいいし、シンガポールでよくねとか言い出すわけですよ。そういう人たちにも合ってるんで。そう、昨日ひたすら食べて、こういう系好きなんですよね。あのこの波ホッケとか、波になってる鮭、その鮭とばあるじゃないですか。鮭とばのあのなんていうんだっけ、鮭とばの、そう、こういうサザナミサーモンです。サザナミサーモン思い出した、後から買おう。すっげえうまいんだけど、あの一個だけ注意しとく、波ホッケすげえホッケの匂い残る手に。そう、俺だって今朝びっくりしたもん、あれなんか臭く、ホッケの匂い、あ、俺昨日ホッケ食った、波ホッケガチ食いしてたって、うまーって。なんかね、いい感じの油具合なんですよ。だからホッケの一夜干しとかうまいじゃないですか。でも僕多分ホッケの料理一番多分うまいの波ホッケじゃねえかなと思って。だあの手臭くなる覚悟で買う。あと G が好きそうな匂いがするんだよね、ごめんね。あの G が好きそうな匂いがして、で俺気づいたんだよね。あの俺がめちゃめちゃ頑張ってても、やつらアマゾンの段ボールとかにくっついてくる可能性もあるけん、とりあえず対抗策を取らなきゃいけんと思って。なんで、まあ、今日 G ボムって僕は呼んでる、踏んでなんとか霧でバーってやるやつやるんだけど、それを彷彿とさせられるぐらい、でもそれでも、まあ、G の恐怖に耐えてでも食いてえと思うぐらいうまい。ただあのめっちゃ匂いがつく手に。そう、このね、なんだろうね、そういう点鮭とばとかサバナミサーモンってするのがないから平和なんだけど。あとタラトバもうまかったかな。タラトバはめっちゃうまかった。基本的にその乾物系僕大好きなんで、だからその本当なんか結構一時期何でしたっけ、あの鮭があれば生きていけるみたいな、あの干し鮭じゃないけど、今違う鮭ジャーキーじゃないけど、なんだっけ、でもそう、高城剛さんはジャーキーがあれば生きていけるらしいんですよ、結局。そうみたいなのを読んで、本で、俺ジャーキーじゃ生きていけないなみたいな。しかも石垣島で彼が、そう、ちょうど石垣行ったから、彼がおすすめしてた、本でおすすめしてたところ店行って、だから気になったやつ全部食ったのね。で全部うまかったんだけど、高えのよ、高えからこれ続けらんねえと思って、なんか代替品ねえかなって。俺そういえば子供の頃からなんかあの鮭のあのサザナミサーモン、そうサザナミサーモンで思いちゃった、鮭とばね、鮭とばが好きだったから、でその炙って食うのがうちの父ちゃんとかよくやってて、あの火で炙って食うみたいな、皮のところね、ってなった時に、うち IH だからさ、火がねえんだってことに気づいて昨日。でなんかその魚を焼き器あるじゃないですか、魚焼き器、これでやればいけんじゃねえと思ったら、ふんやりしてて、なんか分かります、チリチリした感じのあれが欲しかったのにさ、みたいな、日本酒と当てにしたいなみたいな、分かります、あのチリチリになってて日本酒の当てになりそうなうめえやつにしようと思ったのが、ふんやりしてて、お前ちょっとちげえよみたいな。で噛んでみてやっぱ違うんだってなった時に、今この中に入ってるプリムスっていうあのガスバーナーが超役に立った。その前に使ったやつは、あのキャプテンスタッグのやつはこういう風に入らないんだよね、こんな感じ。そう、
超便利。これがバーナー部分で、こっちがガス。じゃあこれを組み上げれば、あの調理ができるっていう。で、フライパン、これがフライパンの代わりになるのと、もう一つこっちが鍋なんで、だからこれ、これがあれば、これとあと箸、僕いつもあのスノーピークのか、スノーピークに使ってるんだけど、あの箸があれば飯が作れるっていう。うん、なんとかなる、基本なんとかなるなみたいな、あったかいもの食いたときになんとかなるなっていうのは結構でかいんで、冬キャン。だからこれから冬キャンにちょっと臨もうとしてんだけどね、冬キャン臨むための格好どうしようかなと。寒いんだよね、福岡。クソ寒いからさ。だから独特なファッションセンスだよねとか、独特だよねって言われるんだけど、俺の中で別に独特だと自分は思ってなくて、僕の中で一番着心地がいいものを着てるから、今だったらそのなんか、なんだっけ、あのこのユニクロのパーカー、でかいやつ、まあ、ユニクロのパーカーを 4XL にしてでかくして着てたりとか、パンツで言えば、まあ、パンツどっちかってシュッとしてる方が好きなんで S サイズにして、だからもうこの V ラインにしてとかっていう、そのスタイリングとかっていうのはもう以前、まあ、別の動画でも話したんだけど、スタイリストやってた人と結構ガチめに話して勉強してインストールさせてもらったからできるんだよね。そのなんかその中で遊んでるっていうか、うちはまあパワーストーンがやっぱりメインなので、パワーストーンが映えるような格好ってなると、やっぱシンプルな服出されてるユニクロさんと相性がいいっていう。結局だからもうなんだかんだで、一時期ジバンシー着て、でグッチ、ジバンシー、グッチで、ルイ・ヴィトン行って、であれか、あのバレンシアガじゃない、バレンシアガは違う、バレンシアは一回来てたな、バレンシア、なんかバレンシアが行って、あとなんか買ったんだよ、あーベルルッティの服は買ってない。ベルルッティの革靴は昨日久しぶりに履いて、すげえ久しぶりに履いたのに全く違和感なかった、すごかった。そうだ、すごかったんだ、そうそうそう、それ思い出した。ドクターマーチンは履くときにだいぶ気合がいるんですよ。足がダメになってもいいぐらいの気持ちがないとマジでマーチン履けないんで、あのマジで歩かないときだけ、スタイル重視、そうスタイル重視な日はいいんだけど、歩きたくない絶対、ドクターマーチンなんかで。散歩向きじゃない、散歩向きのニューバランスあるもん俺。あ、履いてねえな最近990、履こっかな990。そう、あの高城さんに憧れて買ったなんかリミテッドモデル V3 みたいなあるんですよ僕の。990ね、結局 V9、V6 だっけ今。そう、買う気しないな今。もう結局だって今自分が履いてる靴で、作業靴のやつになんかあのインソールだけ変えて履いてるやつが防水だし、あの足滑らないし、あの楽っていうことに続いて、結局それに一択になるみたいな。ボアで締めれるし、だから結局楽でなおかつおしゃれなのを追求してるから、まあうちの先輩に近づいたってことだよね、そのスタイリストの。多分だからその人とかは本当ユニクロとユニクロじゃないブランドを混ぜるとかうまくて、で僕はそれを参考にさせてもらったんだよね。だから当時ユニクロさん全開で使いながら、ノースフェイスのマウンパ着るとか、例えば今だったらうちのこの まあ、ロングネックレスつけるとかっていう風に ひねり加える、まあその感じかな。うん、基本だからユニクロさん大好きです。いろんなブランド結局経た結果だって、もう洗濯機バーン突っ込んで、で乾燥機までピッて押して、ペッペッて上がってきた時にはだってシワシワにもなってなく、別に速攻で着れるし、まあこれな、まあ歯が欠けてますけどね、同じパーカー4着あるからね俺、白、緑、グレーん？みたいな、白、緑、グレー、あと茶色かみたいな感じで、そう寝巻きでもあり、まあ、外行き着でもありみたいな。白はねでも寝巻きになれないんだよ、寝巻きとあと室内での作業に向かない。だかさっきびっくりした、あのなんか汚れそうな作業あるじゃないですか、ケルヒャー持つのもちょっと、だからもうあのちょっと白だとちょっと気使うもん。でも他の3着だったら全く気使わないから、だってもうなんか水しぶき浴びながらブワーってやってたからね、本当に気になるところを窓とか全部めちゃくちゃ綺麗になったよ。で途中気づいたのが、あれこれってもしかして温水にして、なおかつ粗塩一つまみ入れて
撒いたら浄化されんじゃねって思ったら、あ、意外とされるみたいな。だから それは感覚値なんだけど、でも本当なんか 家が喜んでんなみたいな。家褒めって初めてしたもん。うわ、めっちゃいい家じゃん俺って、うちめちゃめちゃいいやんと思って、で声に出して言ってたんですよ、一人で。だから怪しい人ではなく、それを声に出して言うことで言霊が家に浸透するんですよ。ってなるとその波長が合うんですよね。言葉も、言葉、こういうふうに声も波長波動じゃないですか。でエネルギーなんで、ってなった時に家には家の固有のエネルギーがあるんですよ。だから固有のエネルギーが見えてるだけなんですよ。量子力学とか多分学べば分かるんですけど、ってなった時にそのこういうふうに僕が見えて、ここのあなたがこういうふうに見えてる映像っていうのは、そういうふうな映像の信号なんですよ。ってなった時に僕がいるかどうかがわからないですよね、まずっていうのとかを学んだりとかするわけですよ、悟るとかって。でだったら、まあ、なんかそういうなんか一つずつね、僕がなんか今まで経てきたことで、こういうふうになんかま座談な感じですけど話せることを、まあ、話せる時に話せるタイミングで、だから本当降りてきてるっていうとあれですけど、時にできる行為をしてるっていうのが僕のお勤めって感じですよね。本当お坊さんとしては今までの経験で、まあ、バック与楽っていう、まあ、苦を抜いて除いて楽を与えるっていうのがお坊さんの役目ではあるので、本当にいろんな経験経てきましたし、まあ、なんだかんだでも本当いろんな経験経た結果、もう動じないなみたいな、ちょっと動じたので言えば動じてるじゃねえかって話したけど、僕 の、まあ、その逆側のところ、テレビ置いてる側のところの壁がでかすぎて、意外と俺んちでけえなみたいな。そうだから、バーンなって向こう側に家ペッペッって2軒あるんで、意外と俺んちでけえな。だからこっち側のすげえありがたいのが、その本当住んでなんだけど、そこチェックしろよって思うと思うけど、いやパッてチェックしたぐらいなんだけど、角っこになってて、だからテレビまあまあの音量でかけて、劇場にいるぐらいの感じでに行かないぐらい、ちょい行かないぐらいに、劇場に行くののちょい行かないぐらいまでにしとけば全然楽しめるんで、気使わないし、それしかもそれを音量にして玄関から出て、まあ、その外周チェックしたりとかしたんですけど、全然漏れてなかったか、音漏れだ、音漏れしてないのはでかいかな。ただどうしても古いマンションなんで、窓とかが今みたいに良いやつではないから、防寒対策の窓にしないときついかなみたいな。じゃあ防寒対策の窓にするんであれば、そのなんだろう、まあまあ窓にするのか上からフィルム貼るのかちょっと悩んでるんですけど、まあ、見積もり次第でフィルム貼って、目隠しができるフィルムってあるんですよ今って。ミラーリングみたいな、車のミラーみたいなあるじゃないですか、車のこういうスモークってあるじゃないですか、まあ、スモークとかついてるじゃないですか、車の窓に。でミラーってあるんですよ。で今の時代あんのかな、ミラー、わかんない、僕の時代はあったけど、それ貼ると中から見えるけど外から見えないって状態になるんですよ。でその上から黒スモーク貼るとガチで見えないから、中でカーセックスできるんですけど、何言ってんだこの坊主って思いますけど、いやそうなんですよ。なんでそういう車での知識が生きるわけですよ。ああ家でもそういうのないのかなって思うと、大体家でもあるんですよ同じような機能が。例えばペールカウンターっていう、そのゴミ箱が、ゴミがこう出るやつ、ゴミ箱こう入ってるやつね、ここにを作ったんですけど、それを運ぶの一人じゃ無理だから、まあ、意外と滑り良かったから、ガリガリって持ってったらガリガリって言ってて、ガリガリって僕イヤホンつけてるから分かんないわけですよ。もうだからもう本当になんかゾーン状態に入るために、なんでガリガリとも多分言ってなかったんだけど、後から見て、あやべ、何箇所か傷ついてるみたいな、床マジかみたいな。でそれが修行が足りてない時の昔の僕であれば、ガーンみたいな、どうしよう。でそれが3日から1週間続くみたいな、ってなると3日から1週間無駄にしてるじゃないですか、もったいないじゃないですか、そこに気持ちが引っ張られてるじゃないですか。そうではなく、前後祭壇って言って座禅で言えば、ここじゃなくこっちに移動するみたいな、そうっていうのをすると、なんて言うんだろう、いや気持ちをここで遮断できるわけですよ。まあ車でもタッチペンとかあるしみたいな、だから新車じゃねえけど、車一番目でガリった時の一番最初の、うわ俺の車が傷ついたっていう時の衝撃あるじゃないですか。でもそれが1回目は超ダメージでかいけど、2回目とかになると、ああまあこれだったらタッチペンでいいかなみたいな、タッチペンかコンパウンドかなみたいな、これぐらいの小傷はコンパウンドできるっしょみたいなとか、そうそうとなるわけですよ。人間の慣れね、割れ窓理論ってやつね、割れてる窓の車が1台いたら
割れてない窓の車と比べてボコボコにされるのが早いみたいな、そうみたいな、なんかそういう理論があるんですよ。だから割れ窓理論って言って、だからもうあの調べたら面白いですよ、割れ窓理論。なので要はその前後裁断してあげて、はい、まあ、あのタッチペンあるのかな、あったみたいな、あ炭酸電池買わなきゃいけないんだ、じゃあ炭酸電池買いに行こうとかっていう風に、じゃあ出かけるんだったら他の用事も一緒に済ましていこうみたいな感じですかね。だから本当なんか流れるように、そのあんまり気にせず、例えばだから本当さっきちょっと放置してるけど、あのなんだろう、布のファブリックミストの詰め替えしなきゃいけなかったりとか、洗濯洗剤の詰め替えしなきゃいけないけど、白パーカーだとちょっと気使うから帰ってきたからにしようみたいな、帰って着替えてからにしようみたいな。それ以外はまあ僕今ストレスないから、白パーカーそれがストレスかなぐらいのストレスそうなんだよね。だから他のパーカーだと全く気にせずできるもんだって、詰め替えして全部終わらせて最高の状態にしてから、最高の状態にしてから出かけるっていうのが僕のいつも信条なんですけど、まあ、白パーカーだしってなると、外に行く前提で動いてるんで、じゃあ、あそういえば今日夕方夜にちょっとなんかあの大和さんの集荷と大和さんがなんか入れたなとか、大和さんのなんだろう発送あの荷受け入れたなってなると、あ白パーカーその時着てなくねえなみたいな、じゃあ帰ってきてその時間までにはセットアップしとこうとかっていう風な感じ、伝わるかな、この感じが伝わると多分すごく本当目の前のことに向き合えますよ。目の前のことに徹底的に集中に向けできるんで、それがマインドフルネスとかっていう状態なんですよ。だから瞑想状態、覚醒状態、あのゾーンとかフローって言われるようにね。なので、まあ、本当なんかその状態になるとすごく楽しいですよ。悟りって言われれば悟りかもしれないですけど、できないことはできないですよ。でなんでその人がムカつくんだろうとか、なんでその人が気になるんだろう、なんでその人が気になるってことは、どっかしら何かしら理由があるんですよ。それをずっと考えてると、その人のために念を、その人に念を送ってる状態になるし、その人のためにもならないし、自分の心にも悪いんで、ってなったら論理的に思考していくんですよ、考えていくんですよ。でもでぼーっとしてる時にそのポーンってこうアイデアが湧くんですよ。こうすればいいじゃんみたいな、あその視点はなかったっていうのが直感なんですよ。でそれを、じゃあそれの視点はなかったってことは、その視点が全部 できるぐらいの、要は自分の蓄積があるわけですよ。だからもうすぐ行動に移せるみたいなっていう感じですかね。あとは悩んでてもしょうがないんで、動いた方が早いというか、あとは悩んでてもしょうがない、悩んでるの暇なんですよ結局。でも俺も言われたことあるけど、結局ああ悩むぐらい暇あるんですねって言われて、そのなんかすげえバリ稼いでる友達にいやぐさーってきて100億ぐらい、この前サクッ、いつも最後に会った時に100億いったっすって言ったかな、年商の売り上げ。そうだから、そのことかと、あとグーの根も出ない、もう本当成功法で疲れるしさ、もう圧倒的にその人成功してるから。そうなので、まあ規模の論理で勝とうとしては無理だよ、基本やめた方がいい絶対。年商何億とか何十億何百億がいるし、化け物企業いるんで全然世の中とか、あと従業員数ね、うん、いるからね、化け物企業ね、世の中にはね。そう、あの世の中には楽天とかっていうグループがあるんですよ、アマゾンとかいるんですよもうだから、もうなんか胃の中の蛙なんですよ常に経営者なんて。でもやっぱもう、あのなんていうんだろう、周りからやっぱチヤホヤされるから、それなりに稼いでれば、それなりにっていくらだろうね、年収1000万ぐらい稼いでればチヤホヤされるよね基本。年収5000万ぐらい、年収っていうか年間で5000万ぐらい使えると本当に何の不自由もないけど、そんなにいらないっていうふうにも思う。ただ一応僕年商1億、売上で1億は行ったことあるん で年間で5000万ぐらい使えた時期あるんですよ、自由に。だ自由に言っても僕の私物だけじゃないですよ、私利私欲で使ったわけではなく、まあ、完全にあの仕事とかでまあこかしたりとかあるんで、まだ本当になんかその企画でこかすのもあれば、一個ドーンって言ってくれたりとか、ドーンって言ってそれでまたそこで稼いだお金でまた再投資してみたいなとかやってたんですけど、まあそれがうまくいってる時はいいんですけどね、うまくいかなくなったんで、まあ一回潰してますし。そうだから潰したことも、だから別になんかその言わない方がいいっていう人もいれば、別に言ってもいいんじゃんっていう人もいるしとかって、結構そのスレスレのラインのでいっぱいあるんで、いろいろ経験したことが。そうだから
なんか世俗に未練はないというか、まあね、名前も本当に世俗に未練がないから出家して道雲っていう名前になってるんで、そう、まあ雲のように雲水経って一箇所にとどまらず動き続けるっていう行があるんですけど、僕はまあ雲のように生きる、とらわれず、まあ仏教用語でいう色即是空、空即是色っていうのを僕の中でも空っていう状態だなって思ったんで、空って名前を入れてもらったんですよ。で、まあ、名付け親の紹介も空、まあ、雲水っていうのはまあこういうことだから、雲水ってお坊さんって意味だからって話になって、で戒名をつけるってことはやっぱり運が開けてくようにっていう意味だからねって話をして、でその戒めの通りに生きるっていう、だその運をいただく割に戒めの通りに生きるっていうので、戒めがそのうちの名付け親の紹介言われるのが、まあ、その道運っていうところの人を導いていけるような人になりなさいっていうところにつながるんですよ。ただ僕らはもうその導かれるように動くっていうニュアンスも入ってるんで、まあ実際1000日解放業って言って2020年1月27日から実際、あ、まあ途中なんかちょっと社会から隔離された時代もありますけど、100日ぐらいなんだかんだ累計でも、2023年9月3日にバンコクの家に入居するまではずっと住所不定ってなるんですよね、そういうのね、多分一般的には。ただ僕としてはアドレスホッパーであり修行僧のうちの修行の一環だったんで、はい、なのでそのなんか見え方が違うわけですよ。だから僕としてすごく、まあ、僕の話ですごく恐縮なんですけど、そのお坊さんとしての見方もできるし、その社会的な見方もできるわけですよ。まあ、今までその会社経営とかもしたことあるんで、であった時に、まあ、そのなんだろう、まあ言い聞き方だけしてきたわけじゃないんで、それなりのことをやってきてるんで、まあまあね、ちゃんといろんなことを良くも悪くもってなった時に、その大概対応できるんですよ、話が。ってなると、その本当に目上の方に可愛がってもらえるよねってよく言われるんですけど、その目上の方に可愛がってもらいたいと思われるように頑張ってるだけなんで、それはこう言うとあれだけど、その人の勘どころってあるんですよ。その人がどの話をしたら喜ぶかなっていうのを、多分それはエンパスっていう体質だからか、まあ、今でいう繊細さんとか HSP というその極度に気づく人だからかもしれないですけど、諸刃の刃なんでね、使い道だから結局いいとこで言えばそこじゃないですか。で悪いとこで言えば、俺だって昨日博士太郎さんのコンサート会場でコンサート以外ずっとノイズキャンセルしてないといけ、もうその場にいらんないぐらい人の声とか聞こえてくるんで、いろんな声がいろんな話をしてるじゃないですか、そのいろんな話が全部聞こえてくるんでっていう状態までは高めれるんでね、聴覚を。そうだ、修行なんですよね、一個一個。そう、視覚でも僕で言えばカエルとか撮るとき被写体とかこうギューギューって寄ったりとかするんですけど、それもその目線になると、まあ、それはモズさんっていうそのミニチュア作家さんの展示会に、まあ、行かせていただきまして、で見せていただいて、そのだからそういう感じで行くのかっていうのを学んだから、あ、被写体こういう風に家で撮れるなってなるんですよ。その外ではいっぱい撮ってきてるからさ、いろんな被写体を、その夕日だったり夕日夕焼けとか、まあ、あとはモニュメントとかさ、なんかいろいろあるじゃないですか、街中出れば被写体が。ただ神社ももちろんそうだし、しかりそういえば神社、うちの近くの大稲荷さんのとこ行ったらびっくりしたわ。そういえば通り抜ける時においっておいっていやね、ちょっとごめんね、なんか表現でね、俺の中の俺が聞こえた神様の言葉の感じだから、ね、ごめんね、おいっお前なんか俺ここに住んでね、お前なんで挨拶来ねえんだよ、グーってパーカーの襟グーってグーってなった、ああっつって、ああってすごくちっちゃなお社、まあ、なんだよ、でもグーってなって一応取り合うんだけど、ああっつってうわーみたいな、うわー稽古神社行ってる場合じゃねえ、こんなとこにいたみたいな、なんならうちから見えるからね、そこの社、お社、うわーっと思って、なんで今日出かけるときにお稲荷さんと日本酒、お稲荷さんはなければしょうがないけど日本酒は持ってかないとなと思って、目の前を通るために通らなきゃいけんとか、そういう風になるわけですよ。本当そんな感じでなんか予定プランニングしていくと、もう本当目の前のことを一個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 、すいませんちょっと痒くなりました、ね、左に。エアポッツね、この痒くなるの以外はもう最強なんだけどね。いや耳が痒くなるってなんか運がいいことらしいよ。業務終了のお知らせLED が LED、 あの丸のライト、はい、お疲れ様みたいな、よく今日も喋ったねみたいな感じですよっていうところで。
はい、あのまあまあ本当なんか目の前のことを必死で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 やってれば、本当自分さえも想像できなかったような暮らしがマジで現実的に手に入れたりとかできますんで、まあ、ぜひね本当ここまで見ていただけた方であれば、僕も、まあ、本当なんか全然うち見てくれて構わないんで、本当なんかいらっしゃるじゃないですか、あのキングコングの西野さんみたいな感じで、本当なんか自分の脳みそを家に表現することによって、まだ同じような波動の人が集まってくれるっていうのを実証していきたいなと思ってますんで、はい、どうぞよろしくお願いいたします。あとまたね、動画にこういう風になんか出てくださる方とかいらっしゃいましたら、まあ、ぜひお待ちしてます。僕でよければ全然動画とか出ますんで、興味ある方はぜひ概要欄にインスタの DM 貼ってますんで、まあ、僕んち来たいなのか、まあ、僕の動画で出ますよなのか、もしくは動画で出てくださいなのか、まあ、何でもいいんですけど、まあ、本当なんかせっかく福岡にねこういうふうにご縁あって住み着いたとか住み着いてますし、本当なんかそういう意味で言うと、出雲大社のスサノオの社のところでちょっとなんか少しだけお裾分けみたいな、僕ちょっとなんか稲佐の浜から砂持ってけてないんで今まででも何回か持ってってるから、まあいっかと思って、そうちっちゃいちょっと小パックだ、小パックがちょうどあったから小パックにペッて入れさせていただいて、これの処遇を考えてたんです、考えあぐねてたんですよ。をあそっか、ベランダに撒いたらなんかオレンジになるな、ちゃんとみたいな、土着するなと思って、あとはちょっとコップに入れてこう砂ビビってやりながら、家のこの周り、なんていうんですかね、側ですよね、内側ではなく外側に巻いてあげて、あなんかやっと俺の家になったなって、だ本当なんかやっと家になったなって感覚なんで、やっとこうなんかグランディングっていう言葉あるじゃないですか、多分グランディングしたなっていうのに通じるかもしれないです。あこれでもういつでも出かけれるぞみたいな安心感、うん、かな。そうだ、今までは本当家作りに必死だったんで、周りになんか行くとかって、まあ本当ねだからご褒美的に博士太郎さんのコンサート入れてましたけど、そういうなんかちょこちょこご褒美は本当自分をなんか取り扱う時に超いいっすよ。だから自分を取り扱ってるって感覚になれるんで、こいつどう うまく動かしてやろうかなって思った方がいいっすよ。機械なんで、そういうのを学んだ機会があるんですよ。まあ、機械でかぶせてますけど、かぶせてたわけじゃないですけど、ランドマークっていうところでそういうになんかのを学んだんですよ。人生哲学というか、まあ、そのテクノロジーっていうんですけど、テクノロジーを学ん でそのランドマーク作ったワーナー・エハードさんがもともと禅寺かなんか通ってる時に、その時に降りてきたらしいんですよ。だからその禅的思考なんですよね、基本ってなった時に、その時僕座禅会も行ってたんで、両取りでなんか両方で入ってくるんで、でそれだからなんかバキバキになんか鎧にまみれた自分がぐにゃんぐにゃんになるまでなるわけですよ。本当なんかもう変化変化、気づき変化気づき変化気づき変化、だって俺なんて、僕なんてまさか坊主、結構なんかおしゃれ好きだったんで、まさか自分で自分の頭を喜んで坊主にして、でね、それに合うようなファッションを自分で考え、まあ、そうとか、なんかまさか名前変わると思わなかったし、まあ、昔ね浮気がバレてなんか坊主にさせられたことあるけど、土下座した頭踏まれたな、それもとかっていう、なんかそういう人生経験があるわけですよ。でもそれがなんか面白いじゃないですか。俺だってそんな人生もあったわけですよ、そんな人生もだったわけですよ、もともとは。でもそんなクソ野郎が本当なんかなんだろうね、なんか本当目の前のことコツコツと徳を積む行為なのか業なのか、徳じゃあ積もう徳積もう徳積もうみたいな、それが体に染みついて、だから誇りもないような状態とか、ちょっとゴミ見つけたら掃除機で吸ってあげるとかで、ずっと気になってたんですよ、ベランダのお塩と、ちょっとで、もう寒いし冬でどうせ外出ないからもういっかと思ってたんです。ただ、まあ、せっかくだしそうだなと思ってケルヒャー買おうみたいな、気になってたしね。で持ち運びできるケルヒャー、うちなんか前のオーナーさんこだわりがあるみたいで、こっちの蛇口につけるタイプのケルヒャーが使えなかったんでこれだったんですけど、これでもねデメリット、どこでも持ち運べるメリットはあるけど、すぐ水なくなるから
何回だろう、俺家掃除するのに家全体やんの10回以上俺水汲んだんじゃねえかなこいつに。まあ、僕別にあの水汲んだついでに途中から気づいたのが、水じゃなくお湯にしたんですよ。お湯の方が取れるんで、でお湯の中にそのお湯ビーって出してる時にこっちに塩置いてあるんで塩取ってピッて入れて、そう溶かしてあげるとガチ浄化できるんで、で結界張って